パンデミック条約に関して、WCH 議連がいろいろと頑張ってくれてるようです。原口さんや、ヨシリン、池田敏恵さんをはじめとして、日本国民を守る強い正義感をお持ちの方々は、役人に聞いてるわけやけど、実に役人側は秘密主義みたいやね。そんな中、パンデミック条約第5回 WCH 議連では、逃げ切らない官僚の回答に、鈴木宗男さんが官僚を一括したようです。それに関して、絶賛の声が方々で上がってます。深田萌さん。今日は WCH 議連で、ピンポイントの質問をしたら完全に省庁からはぐらかされたんですが、鈴木宗男先生が、その態度に激怒。これぞ政治家って思いました。仕方ないんですけどね。省庁が何も言えなくなったのは、2014年度の公務員制度改革で、官邸が公務員を失脚させられるようになったことです。この、2014年安倍総理の下で行われた公務員制度改革については、原口さんもおっしゃってました。今回のパンデミック条約第5回 WCH 議連についての詳細は、我那覇雅子さんがノートを出してて、そこに動画も載せてます。官僚に対する質問なども掲載されてて、実に官僚がまともに答えないという状況がわかります。官僚に対する質問とその回答などを、我那覇雅子さんのノートから引用させてもらい、検証したいと思います。質問。日本は民主主義国家であり、5月の WHO 総会で採択される前に、最新の情報をもとに国内で十分な議論を行った上で最終案が提出されるべきと考えるが、政府の見解はいかが？回答。厚生労働省としても IHR 改正プロセスの透明性の確保は重要であると考えておりますが、それぞれの改正案によって議論の進歩が異なるため、現時点の公開は時期尚早と考える。一部 IHR 参加国は公開を支持しておらず、公開は見送りとなっています。厚生労働省としては、IHR 改正プロセスの透明性の確保が重要との考えのもと、引き続き他の加盟国への意思疎通を行ってまいります。回答の一部は省略します。我那覇さんのノート URL は概要欄に記載しときますので、そこで詳しく見てください。ここで現時点の公開は時期尚早と考えると言ってるけど、もう5月まで2ヶ月しかないのに、ここで時期尚早ってのもおかしいわね。隠蔽と言われても仕方ないくらい。我那覇さんも次のように言ってます。国会議員にも国民にも開示しない。ホームページでも日付の更新のみ。指摘されたから変えただけ。国会議員にも教えんってのがあまりにもおかしい。国会議員に何か指摘されることを恐れてるんか？ 4. 拒否または留保した国はニュージーランドとイラン以外にどこの国か？回答。第59条の改正の拒絶または留保した国に関しては現時点では公表されていないため、ご理解いただければ幸いです。ここで出てくる第59条というのは、 IHR が改正されて国連で通ったら各国が拒否するかどうかを伝達する。何も言わなければ受け入れることになる。国が持ち帰って検証する期間をわざわざ短くした。効力が出る時間もわざわざ短くしたもの。検証期間や効力開始期間を短くするってのもおかしい話やね。早く受け入れるかどうかを回答させるってことで、詐欺の手法に使われるものに似てる。今日だから安いですよ、とか。何日間の間だけ買えるけど、
その後は売らないから、今のうちに購入して、というようなことと似てる。このことで、鈴木宗男さんの怒りが爆発した。どこの国か?というかとも、とにかく教えん。日本政府は、知っているのか知らないのかも教えず、当事者の国が何も言ってないから、日本が勝手に言うことは良くないと話す。質問。第53条について、加盟国の義務の履行を監視する実施委員会を新設する狙いは何か。回答。第53条の改正案についても、現在交渉中ですので、その内容について予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきます。第53条というのは、アメリカの改正案の目玉の一つ。IHR に書かれていることを義務付けられる内容も交渉の中に入っている。これがとんでもないとのこと。この質問は、義務にきちんと従っているかどうかを監視する委員会を作るが、その狙いは何か?について聞いたもの。その答えが、内容については余談を持ってお答えすることは差し控えさせていただきます。これも交渉中だからと言わない。日本はどういう立場で交渉しているのか、賛成しているのか、受け入れないと言っているのか、どっちなのか、これもはぐらかせて答えない。戸賀那覇さんは言ってました。質問、厚労省として何が誤情報、偽情報と捉えているか?これは我那覇さんの質問らしく、厚労省が WHO の議会の中で話している我那覇さんの動画を見てほしいとのこと。その動画の中で、日本の代表が誤情報、偽情報が懸念であると言っている。それは何が懸念なのか?具体的に聞きたいので質問したらしい。回答は、IHR 改正案が公開されていないために、発信者の意図に関わらず、正確でない情報が発信されるようなことが起こり得ると理解している。したがって、同セッションにおいて、日本から現在議論されている改正案の公開を求めたところです。ここで論点をずらしてごまかしてます。誤情報、偽情報は何かと聞いているのに、誤情報が流される懸念があるとごまかしてます。結局、回答はどれもきっちりしたものではなく、日本としてどのような交渉をしているかもわからない。透明性どころか、何もわからない状態で幕を閉じようとしたところに、鈴木宗男議員が発言したそうです。役所の皆さん、あなた方は、WHO の代弁者ではない。なんとなく聞いていると、WHO の代弁者の印象しか得られない。なぜ、日本国はどういう考えかを説明しないのか。日本はどういう姿勢でいたのかを我々は聞きたいだけ。腹立たしい限りだ。日本国民の心配がわずか 1% でも、重く受け止めなければいけない。1月の質問なら2月に答えるべき。今頃答えるとは、馬鹿にされているように思う。あなたたちは日本政府の立場だ。他国が他国がというが、交渉に参加している一人でしょ。なぜ、国として知っていることを言わないのか?開示しないのか?言ってくれなければ、直接大臣のもとに聞きに行ってもよい。など、強く主張された。これも、我那覇さんのノートの動画の20分以降に、鈴木宗男さんの動画が出てます。鈴木宗男さんが強く言っても、官僚は同じことを繰り返すだけ。原口さんが、安倍政権以来、官僚にも言うことなどが厳しく制限されていると収集しました。原口さんも、大臣に直接聞くなどとも言い、予算委員会でどんどんと追及していくと言ってました。
2014年に安倍総理の下で行われた公務員制度改革によって官僚も話せないようになってしまったらしい。安倍さんを絶賛する人たちは多いけど、以前取り上げた山口紀之さんの逮捕を取り消しにしたり、今回の公務員制度改革や一月満札の佐藤明さんが言ってたけど、トランプの機嫌を取るためか、防衛費2倍にすると約束してしまったことが、日本人の負担を大きくしてしまったらしい。思い浮かぶのは、女性の時代ですみたいなことを言ってたわね。女性にとって子育ては重要なことやと思う。それを保育園に預けさせて働けと言ったこと。本当にこれが子供とお母さんにとっていいことなんかね。あの時に疑問に思ったし、武田先生もあれは女性を男性の賃金の半分で働かせるためとも言ってます。この安倍さんを絶賛している一人が有本さん。何でもかんでも安倍さんがすごいと言い張る。そこがおかしいと思う。ガナハさんは動画の中で藤江さんという人の動画を紹介していて、それを見ていくと利権があることがわかると言ってます。なんでここまで隠しに隠してしれっと決めようとしているのか？そこに何か利権ってものがあるみたいやね。みんなが反対したら利権が得られんから隠すってことか？そして地方自治体法改正案を閣議決定してしまってる。これによって地方自治体がトップダウンで国の言うことを聞かなければならなくなる。岸田総理の諮問機関の地方制度調査会が地方自治体に働きかけたよ。今回のパンデミック条約がもし通ったとしても、地方自治体が拒否することができたのに、トップダウンで地方自治体が言うことを聞くようになれば、言われたことを聞く共産国のようになってまう。ガナハさんが言うには、今回のパンデミック条約に関しても、日本人に知らせない形で、どんどんと議論だけが進んでいる。5月27日頃から世界保健総会が始まる。そこで採択されたとしても、その後拒否する通知を出す機関がある。だから国民の側で議論を大きくしていかなければならないとのこと。とにかく、地方自治体改正案も反対せなあかんし、パンデミック条約も反対せなあかん。こういうことが行われているってことを知らせることが必要。ガナハさんの動画の終わりの方には、世界中でいろんな人が取り組んでいることが紹介されていて、ジェームス・ロバスキーという人が、世界の情報を発信しているとのこと。そして、WHO 脱退の声も大きくなってきているとのことです。ジェームス・ロバスキーさんのホームページでは、トランプ大統領をはじめとして、様々な人たちが、WHO 脱退や WHO に対する疑問の声を上げていることなどの紹介や、いろいろと説明してます。とにかく、地方自治体改正案に関して、岸田総理の諮問機関の地方制度調査会に丸め込まれて、自分のところの首長が全国知事会議で賛成しないように声を上げなあかん。これが最後の砦。もちろんパンデミック条約も反対は当然。いろいろ物議はあるけど、鈴木宗男さんは昭和23年生まれ76歳。力強さを感じるね。それに比べ、岸田にはつくづく情けなくなるわ。ご視聴ありがとうございました。コメントお待ちしております。次回の動画で会いましょう。チャンネル登録お願いします。